リリの今夜もあなたとシェイクしたい。ヘラリリの今夜もあなたとシェイクしたい。フラットリリックスのゾンです。はい、 MC の山崎岳です。よろしくお願いします。はい、先週に引き続きゾンちゃんと二人喋りでお届けしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ゾンちゃんもうこの、収録を撮ってるんですけども、はい、放送が、流れてる時には広島の 2days ライブが終わってると思います。10月もイベントそしてライブに盛りだくさんのフラットリリックスなんですけども、なんとなんと大阪のライブも決まってるんですよね。はい、はい、大阪 の, この詳細を教えてもらっていいですか。10月22日金曜日に、はい、金曜日吉田豪&南波さんの、うん、このアイドルが見たい in 大阪ロフトプラスワンウエスト 2days スペシャルというイベントですけど、22、23にイベントがあるんですけど、うん、22日の金曜日5時半から8時予定のイベントに出演させていただきます、うんうん、おーすごいね。アメリカ吉田豪さん僕も知ってますよ。あのちょっとね毒舌で有名なこれは何組くらい出られるのかな。僕らいて5組、うん、結構このイベントっていうのは続いてるイベントになるのかな。なかなかこう大阪に行く機会がね、まあ、このコロナ禍で、うん、なかったんですけども、まあ、緊急事態宣言も明けてそしてまあライブハウスが、稼働できるようになったので、まあ、行けるイベントなんじゃないかなと思うんですけども、はい、これは面白いイベントになりそうですね。はい、うん、雨村で、あ、場所はどこだったっけ。ロフトプラスだったかな。ロフトプラスワンウエスト、ワンウエスト、この詳細はですね、フラットリリックスの公式の、ホームページそしてツイッターの方で確認していただけますので、はい、ぜひぜひ、もちろんこの山陰地方そして島根県の方そして大阪のねフラレリファンの方にも、見ていただきたいなと思いますので、チェックしてみてください。吉田豪さんが見たいアイドルにフラットリリックス選ばれた、これは快挙じゃないですか。緊張ですねこれはね。そしてその次の日もイベントがあるんですかね。22日の次の日、はい、はい、雨村でライブ10月23日土曜日に、うん、アメリカ村パンパンタンパンパンタン、これは何て言うの、トゥワイス、うん、さんでアメ村でライブというイベントに出演させていただきます。はいはいはい、これが10月23日の土曜日ですね。はい、これもまた、僕もこうフライヤー今見てるんですけど、もう何人いるんだというぐらいので、20組ぐらいおられるのかな。雨村でライブが行われるのかなと思う、はい、これもそうそうたるメンツがおられるんじゃないですか。そうですね、うん、なんか気になるアイドルさんとかいる、このメンツの中で。でも多分ほぼ初めましての方々なんで、なんかもう皆さんのライブをまじまじと見て帰ろうと思う。なるほどね。いや結構さ、僕も今これをね見させてもらってるんだけど、はい、こう強そうだなという感じのそしてこの方は一体どういうパフォーマンスをされるんだろう。そうですね、この方たちはアイドルなのかなっていうこの、はい、予想をされてる、方、そしてアイドルの方がおられるんですけども、フラリーちゃん飲まれないようにしないといけないですね、この雰囲気で、ね、そうですね、一部二部出るので、うんうん、あのちょっと頑張りたい、頑張りたいです。なんかこのフラットリリックスの構成でいうと、ゾンちゃんとてんちゃんの、はい、2人で、県外ライブを今行ってますので、はい、2人になると思うんですけど、
なんかあのメンバーさんが多いグループが多いので、うーんですね、うん、負けないように頑張ります。はい、そしていつも通りのねパフォーマンスを、はい、大阪の方でもしていただけたらなと思います。詳細はですね、公式のツイッター、そして公式のホームページで、詳細見れますので、島根県、そして山陰、そして大阪のファンの方、ぜひぜひチェックをしてみてください。それでは、そのちゃん、今週1曲目紹介お願いします。はい、それでは1曲目聴いてください。フラットリリックスでふるさとポップ。お届けしたのはフラットリリックスでふるさとポップでした。はい、ふるさとポップを届けしました。さっき調べてもらってたら去年の1月ぶりの大阪、はい、ということでね、感染症対策そして、手洗いうがいをねしっかりと行って、はい、ゾンちゃん頑張ってまいりますので応援よろしくお願いいたします。 お願いします。はい、そして、10月その大阪が終わってからもうすぐライブがはい、この山陰地方、でありますね。この詳細を教えてもらっていいですか。はい、10月24日日曜日に、うん、ガールズインフィニティ、うなごアズティックラフズであります。はい、もみじ学院さんとアストロラベンダー、うん、ラベンダーさん、はい、とスリーマンではい、行います。
またもみじ学園さんという名前が先週に引き続き出てきましたけども、はい、10月3回お会いするというね、もう多分この頃には仲良しになってると、はい、そうですね、思います。あのジュビリーぐらい仲良くなっていることをちょっと期待しながら行って いただけたらなと思います。10月の24日、ヨナゴのアズティックラフズで、あります、はい、そして10月の終わりには、10月31日、うん、はい、日曜日に、うん、ハロウィンクス、ハロウィンクスインヨナゴラフズ、はい、ジュビリージュビリーとツーマンで、おなるほどね、ハロウィンクス、はい、ハロウィンクスなかなか言いづらいイベント名ですがハロウィンのイベントで、うんうん、コスプレっていうか、なんか、うん、なんかみんなに何だっけ、そう、 お小遣いをいただいて、はいはい、衣装を自分たちで決めてみたいな、へやるんですよ、うん、でもうその決めた衣装は誰にも言わない、言わない、そうメンバーにも言わないし、うんうん、もう一人で考えてきて、うん、で当日みんなにお披露目をすると、はい、それはちょっとゾンちゃん、じゃあまだちょっとこれだけ聞かせてもらいたいのは、決まってるか決まってないかというと、決まってます。おこれはみんな決まっていると聞いたら多分予想してきますからねこの予想を、10月の31日の、はい、ハロウィンクス、ヨナゴアズティックラフズの公演で見れますので、さあもうゾンちゃんがね、どういう格好でこうハロウィン仕様でライブをしてくれるのか、これまた面白いイベントになるんじゃないですかね、はい、詳細等はこれもですね、オフィシャルのツイッター、そして公式のホームページに、記載されてますので、確認の方をよろしくお願いします。ハロウィンクス10月の31日の日曜日、そしてその前の週は、10月の24日に、ヨナゴアーティックラフズで、もみじ学園さんと、アスナのラベンダーのスリーマンのライブも行われます。ゾンちゃん、こうやってなんかライブスケジュール見てると10月の土日、そして平日の金曜日なんか、うん、はい、ほとんどライブをしているんだなと、はい、予定表見て思ってるんですけど、島根県で一番動いてるんじゃない？そうなんですかね、うん、どうなんでしょう、まあ、嬉しいです、動けてることが。いやすごいと思います。僕も結構こうライブ情報とか、はい、島根鳥取のアーティストさんのライブ情報をこうチェックしてるんですけど、はい、フラリリ一番動いてますすごいなと思いますもん。で県外に行かれて、で地元でもちゃんとこうイベントをする、はい、いやアイドルのね鏡をこう島根のね代表、そして山陰の代表として今できてるんじゃないかなと思うので、なんかこのハロウィンクス言いにくいですか楽しみなねイベントにしていただけたらなと思います。10月も本当最後の日なので、はい、2021年の10月最後の日にフラットリリックスを見て締めくくるのはどうでしょうか。皆さんチェックの方よろしくお願いします。さあ、ゾンちゃん、じゃあ2曲目紹介お願いします。はい、それではお聴きください。フラットリリックスで飛べるもんなら飛んでみろ。翼があったら飛べるよ。
される小さな達成を積み上げて、それを分かっちゃいるけれどため息を漏らす前にたったの一歩踏み出せないかい、風の輪から抜け出す挑戦を、どれだけ強く願えるかその力が肝心で、それさえあればどんなに高くても、したのはフラットリリックスで飛べるもんなら飛んでみろでした。はい、飛べるもんなら飛んでみろお届けしました、10月フラリリちゃんはもう大変忙しく動いております。ただただこれは11月23日のホールに向けての準備期間にもなってるんじゃないでしょうか、ゾンちゃん。はい、はい、ホールの詳細を教えてもらっていいですか。23日、はい、11月、はい、火曜日の祝日に松江テルサホールでスーパージュビリリックスがあります、はい、あります。ジュビリジュビリとツーマンで行います。はい、初めてのホールツーマン、同レーベルのアスティックの、ジュビリジュビリと、そして、我らがフラットリリックス、はい、はい、ツーマンライブが11月の23日祝日火曜日にテルタフォーで行いますので、もう皆さん今のうちからちゃんとチケット準備しといてくださいよ。ね、あともう1ヶ月ぐらいになるからね、この放送からだと。あ、もう1ヶ月ですよ。ゾンちゃんも今準備で忙しいんじゃないですか。そしてこの、ライブに合わせて、はい、T シャツの、カラバリ T というね、はい、このスーパージュビリリックス、ジュビリジュビリ、そしてフラットリリックスのイベント T シャツを受注で、販売しております、はい、期間が10月の10日から10月の25日23時59分まで受付をしておりますので、皆さんこれはまあ公式のツイッターが一番見やすいかな。はい、うん、公式のツイッターで、確認をしていただけましたらリンクの方が貼っておりますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。ゾンちゃんのカラーは緑、はい、緑となっております。ただ、先週の放送ではゾンちゃんはあれトーフティーも可愛いなやったりとか、違う色を押していましたが、はい、ゾンちゃんカラーは、緑となっておりますね。ゾンちゃんね、はい、ゾンちゃん的には何色が今ちょっと気になるな、これ可愛いなって思ってるの。やっぱり、うん、トーフちゃんなんですけど。トーフちゃん、はいはいはい、なんかみかん色もあるんですよね。みかんカラーもあるの。なんかすごい美味しそうな色になってる。美味しそうな色。多分みんな気になる色がいっぱいあって今頃悩んでると思います、うん、そうですね15色18色ぐらいあるのかな。はい、今のところで17色、ありますので、
これね10月25日と23時59分まで悩む人めちゃくちゃいるんじゃないかなと思って思うので、はい、もうねこれ何色買ってもいいんだよね、どんちゃん。そうですね、そうもう気になるやつはもう片っ端から、はい、片っ端から買っちゃってください。これはですね、ジュビリージュビリー、そしてフラットリリックスツーマンの、ホールのイベント T の受注生産になっております。はい、フラットリリックスは、本当はゾンちゃんは緑なんですけども気に入った色を買ってくださいということでした。はい、さあさあゾンちゃん、今週もお時間が来てしまいました。はい、今週も太陽と月を聞きながらお別れとなります。今週も聞いてくださりありがとうございました。フラットリリックスのゾンでした。忘れたくないこと、話したくないこと、ねえどこにあるの。